り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も霞城方面に北進中です。芦田橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。なお、自動車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。当たった。怪獣やったー。
回避できるか。背後からさっきよりも大型の D が近づいてる。どこに？上坂君、15番の後部排気システムにダメージが。僕？ああ。まただ。なんだろう。この感じ。帰ろうぜ、重郎。芝君。どうしたよ、しけた面して。時々ふっと感じちゃうんだ。不思議な違和感。なんだそりゃ。学校も生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。芝君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。映画といえば持ってきたよ、借りてた映画のビデオ。昨日貸したやつもう見たのか。早いな。巨大ロボットがビル街で戦うのって興奮するよね。ジューロ好きだよな、巨大ロボ。返しとく。またいい映画があったら貸して。いいけど。すっかり映画マニアだな。ビデオ見すぎかな。そういえば最近映画のシーンを夢にまで見るし。そりゃビデオ症候群だぜ。そのうちビデオと現実の区別がつかなくなる。あったね、そういう映画。冬坂さん、また寝てるな。もう放課後だし、起こした方がいいのかな。そういえば、昨日見た映画、女の子がロボットに乗ってたな。うさみちゃん、帰ろっか。ああ、ごめん。この後待ち合わせてて。もしかして、それってネンジ君でしょ。いや違うって。待ち合わせの相手、男っちゃ男だけど。いおりちゃんも例の彼がいるし、みんないつの間にか男の子と仲良くなってて、なんかずるい。落ち着くんだ、美和子。美和子、ちょっと待って。なんか用？いや別に。で、話は戻すけど、そんなことより例のビデオレンタルあったぜ。あの映画本当？借りるんだろ。もちろん。
あ、しまった。ちょっと待ってろ、すぐ戻る。シバ君は元気だな。待ってろってどこへ行ったんだろう。冬坂さん、起きなよ。あれ、もう授業終わったよ。クラベ君、ありがとう。よく寝てたね。私今またおかしな夢見てた。君がいる夢。え、僕？あの映画はマイナーで今ではなかなか手に入らないんだ。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。シバ君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。僕がいる夢ってどんな夢？それは。おい、まずいぜ中郎。網口のやつ教室にいね。あれれ、どういうこと？お二人さんいつの間にいい感じに？違うよ。なんだよ俺を気にせず続けろよ。ごめん冬坂さん、また今度聞かせてよ。そうね、先に帰るね。うん、また明日。私もそろそろ行かなきゃ。しょうがない。なんだよ、からかったのは悪かったけど。あんたごめん、秘密にしてるお前も悪いじゃん。それより網口だ、奴を早く捕まえなきゃ。また網口君の家に行く気だったの？あいつんちのテレビゲームが俺を待ってるからな。だけど困ったぞ、あいつ約束しないと家にいないもんな。網口君、いつも何か買って帰るからまだ学校にいると思うよ。学食か、そういえば休憩時間にも学食で見たな。学食行ってみるぞ、早く準備しろ。クラベ君、あのクラベ君。何沢渡さん、教卓の上のプリント、保健室の森村先生に持って行って。僕は？クラベ君、今週の終盤です。そうだっけ。プリントってこれ？そうです、お願いします。学食行ってみるぞ、早く準備しろ。いや、それが。学食行ってみるぞ、早く準備しろ。いや、それが。ごめん、僕行けないよ。このプリントを先生のところへ持っていかないと。なんだよ、しょうがねえな。何はともあれ網口だ、俺は先に学食へ行く。カバン持ってけ、後で学食来いよ。失礼します。先生いないのか。
プリントどうしよう。この辺に置いとけばわかるかな。ん？先生の机の上に僕の写真？何の書類だろう。ちょっと見るだけなら。泉十郎、写真は僕だ。名字間違えてる。僕はクラベなのに。症状、投薬により精神が安定、従順な性格、おおむね順調。投薬。あら、クラベ君。どうしたの？先生、プリント忘れたでしょ。まあ、届けてくれたの？終盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。芝君が待ってる。学食へ行かなきゃ。体の調子はどう？網口くんは不良っぽいところ、運動も勉強、その上彼の家は実質には。体の調子教えてくれる？調子って？つまりそのドキドキしたり、めまいがしたり、頭痛があるとか。夜は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？近頃悪い風邪が流行ってるから。こんな季節にですか？珍しいですね。念のために薬を出しておくわ。いえ、結構です。そう、僕はこれで。まだいた。芝君、どうしたの？網口、学食にいなかったんでこっちに来たんだよ。今日はもうしょうがねえから、ビデオ屋にでも寄って帰るよ。行こうぜ。どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえな。例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔の怪獣映画だろ。ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。ロボットとか怪獣好きだよな、十郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館でさ、初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第1作目の作品だ。三浦君？知り合いか？手順は間違ってない。なぜ動かない？三浦君。十郎君、どうしたの？大丈夫？すごく顔色が悪いよ。気分でも悪いの？平気だ。おでこのそれ光ってなかった？すまない、触らない方がいい。なんだこれ。あ、僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの？いけない。13番騎兵、
転送。君も騎兵の。何？今あそこだ。あれ、なんかあんなところにあったっけ？騎兵を呼んだのか。なんだ、少し形が違う。映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ。送り返すんだ。あれ、僕のせいなの？沖野のコードか。強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれまずいな。君は。仕方ない。とりあえず少し忘れてもらおうか。芝君。